先日やりましたケンミッチトギーの配信でちょっととあることが起きてしまったんですよ。皆さんご存知でしょうか。ちょっと見るか。ちょっとパッと今思いついたからさ、ちょっと待って、ね、こういう出し方をするといろんなところが見える。まあ僕に恥ずかしいものなんて一つもないですけど、てかサムネがひどいな最近。これだ、これこれこれ、こちらの昨日とかそれぐらいにやった配信において、ちょっとややこしいって音が、ちょっと一旦こっちの音消しますね。あのとある音声が入ってきてしまったらしいんですよ。ちょっと切り方がキモくて戻すわ。もう何が映ったっていいわ。これこれこれ、気づいてる人もうたくさんいるけど、そうそうそう、男の小声みたいな声がケンちゃんの声に重なるみたいに聞こえて怖いよ、マイクのノイズだったら安心するんだけどっていうやつ。皆さんこれ知ってますかね。最近の配信にね、どうやら怪奇現象が起きたらしくて、じゃあちょっと聞いてみましょう。それこそあのシーナが配信でシーナになったらなんかあるなーみたいな選択肢もあったんで、はい早く行け。まあ多分あれですよ、ね、のとこに行け。当たりと言われるやつなんじゃないですか。なんかそれこそあのほらシーナほらほら、わかりますか皆さん、聞こえましたか、今の聞こえました。なんかそれこそあのシーナが配信でシーナに、それこそあのシーナ、聞こえました。そうそうそうって言ってんですけど、これ何マジで、これマジでマジでね、これね分かんないんですよ。正直僕は家で家族がいるとこで配信をしているので、前にミラティブやった時、ミラティブってパソコンじゃないから移動できるじゃんって言って、そのスマホ持ったまま襖開けたら兄がいたみたいなことがあったんですけど、だから家族がいる場合はいるんですよ。だからそれを隠してないんですよ。だけどあの時あの回に人間はいなかったはずなんですよ。これマジでガクくんじゃないの。ガクくん家にいる時はガクくん家にいるって言うじゃん。そうマジでこれ分かんなくてというね話で。本当にねこれは何にも理由がわからないんで何にも言いようがないんだけど、まあでもこれ惜しかったのがね、なんか女の子の甘えた声だったらもっと良かったのにと思ったんですけど、ちょっと見栄が晴れたんですけど、ね、なんかしかもなんか殺してやるとか助けてとかおじさんでもそういう感じが良かったのに、そうそうそう、賛同してくれてるならそんなに少なくとも今この一瞬は大丈夫そうっていう、なんかちょっと弱いんですよね。わかりますか。なんかちょっと女の人の知らないなんかとかの方がなんか話題性を帯びるし、男の人がお前を殺すとか言ってたらなんかあるじゃないですか。そうそうそう、優しい、なんか知らないけど賛同してくれて。ちょっと弱いんですよ。惜しい惜しいんだなこれ。ちょっと心霊くんもうちょっと頑張ってくれないと。そうマジでね、理由はわからないんですけど。これねちょっとね惜しかったな。はい。なんか適当に理由考えてくれよ。怖いだろ。マジでないよマジで。強いて言えば前回にオーディオインターフェースを新調したっていうこと、こういう絹ずれ、あいうえおあいうえお、こういうこの絹ずれみたいなのが入ってるみたいなこと、それ俺だよ。じゃあ今行ってみろ、今ここで行ってみろよお前、できないだろうが。そうなんですよ、だからめちゃめちゃ音がね、しかも僕と喋ってる最中に入ってるからね、いや怖いんですよね本当に。なんか音、僕が行ってない時だったらなんかのね間違いとかなんかの聞き間違いとかね、そういうことがありえると思うんですけど、なんかね不思議ですよね。じゃあちょっと今日はマリカ配信で。